どうも皆さんこんにちは。1ヶ月ぶりでまた思いっきり勉強でございました。いつも本当にありがとうございます。おかげさまで5回目になりました。もう毎回来てくださっているおなじみの顔、それから会を重ねるごとにいらっしゃっていただける新しい方も今日も、おいでになっております。本当に皆さんがですね、広げていってくださっているおかげで、この思いっきり勉強会もだん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 少しずつですけどね、いいんですよね、少しずつ一歩一歩こうやって、皆さんと一緒に勉強する機会、そして勉強する仲間を、増やしていきたいという私のその願い通りに今進んできています。これからも皆さんのご協力をよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。ちょっと今日は会場が実はいつもより少し狭いんで心配してたんですが、大丈夫ですね。うまいこと今のところ満席で、もし遅れてくる方がいらっしゃると少し肩寄せ合う感じになるかもしれませんけれども、一つよろしくお願いしたいというふうに思っております。で、今日ですね、実は私の、こういう政治の活動をしている仲間も何人か、参加をしてくれています。で、ご存知のように私はこの会自体は勉強会ということで、あんまり政治色出さないでやっております。あくまでも市民の皆さんと一緒にテーマを決めて勉強しようよ、それが私の趣旨なんだ、そういうことをやっております。ただやっぱりそうは言っても私も政治活動してますし、来年早々に統一地方選挙、県議会議員選挙と市議会議員選挙があります。それからその後参議院選挙があります。やはりこの選挙というのは私たちにとって大事なものなので、今日はですね、この来てるちょっと仲間をですね、ご紹介させていただきたいと思います。ちょっと柴原さんと、それから、須藤さんと河野さん、ちょっと前へお願いします。こちらへ来てください。ちょっと一言ずつですけど、ご挨拶してください。まず国会、衆議院議員の篠原剛さん、それからあとはですね、県議会に挑戦をします須藤さん、それから市議選に挑戦する河野元井さんです。じゃあその順番で一言ずつちょっとお願いします。ありがとうございます。皆さんこんばんは。神奈川ですね、衆議院にやらせていただいております篠原剛と申します。今日は前山先生のですね、勉強会に、この TFI の、この法改正もあって、本当にどうなのかというのを今首相案件といってですね、いろいろと今回の BFI 法案はですね、おそらくその、ワンストップ窓口といって内閣府がですね、総理大臣が自分たちで、その事業をする人たちを決めるみたいなことも、流れになっているので、心配だなというふうに、思っています。そういった中で、日本の実装というのがお届けいたしました。前山先生には大変お世話になっておりまして、お世話になっておりまして、ずっとお世話になっております。尊敬する大先輩ですので、ご勉強ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ続きまして。皆さんこんにちは。横浜市の都筑区から参りました、立憲民主党の県政担当の政策委員をしております須藤貴信と申します。本日は神奈川県の水の問題ということで、ぜひ勉強させていただきたいと思いまして、こちら参りました。西から東まで大きな川が流れる神奈川県で、この水の問題をどうこれから考えていけばいいのかということをいろいろ学びながら考えていきたいと思いますので、ぜひ本日一緒によろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。今港北区から横浜市会を目指して活動しております大野智恵と申します。今日港北からの方のお顔も見えまして、少しほっとしたところです。私は命と暮らし、そして平和と尊厳をしっかり守っていくということ、そして種と水と緑をしっかり守っていく、カジノはいらない、原発をなくしていく、この思いで政治活動を続けています。ぜひ地域の皆さんと一緒に頑張っていきたいと思いますので、これからよろしくお願いします。はい、すいません、ありがとうございました。それぞれ今申し上げた選挙区からおいでの方、ぜひ応援をしていただきたいと思います。さて今日ですね、この後もうすでにいらっしゃってます橋本淳二さんから水のお話、たっぷりとお話を聞いて、そして皆さんからの質問、やっぱり水の問題って身近ですから、いろいろ皆さん考えていらっしゃることもあると思いますので、ぜひ質問をぶつけていただきたいというふうに思っています。で、私の方の持ち時間あまりないんで、手短に説明をさせていただきたいです。2点があります。1つは国会の動き、そしてもう1つは今日のこの水のテーマで
ちょっとお話をさせていただきたいと思います。まず国会の方の動きなんですが、やっと臨時国会開会がほぼですよ、決まりました、今月の24日です。最初ね、もっと遅くなるんじゃないかって言われてたんですが、それなぜかというと、あの安倍さんは大体国会嫌いなんですよね。だからなるべく出たくないから、やりたくないから遅く、だから10月の末ぐらい、29日ぐらいからさ、でその前に実は外遊の日程が入ってた、日中首脳会議で、どうやらそれがなくなっちゃって、かっこ悪いから、じゃあ国会少し早くやろうかなってことで24日決めたら、何のことはない、また日中首脳会議のどうやら26日7時頃あるから、ですから結局国会24日に開いても、実質的に予算委員会なんかが始まるのは29日頃、次の週になってしまいますね。まあ予定通りということで、それで今度の国会はやっぱり大きなことはですね、まあ憲法改正問題が今だいぶ言われてますね。でも無理です、多分臨時国会はやらないでしょう。ただその後も来年の通常国会は分からないということですね。それからあと消費税はいよいよ来年実施ということで、消費税の問題も出てくるでしょう。それから当然盛りかけだってまだ解決してないんですよ。これもやらなくちゃいけない。でもあんまり残念ながら新しい材料がないから、先日のあれですね、あの加計孝太郎さんが記者会見して、ちょっとなんか全然報告書見てない、そうってあった記憶なんかないとかなんか言ったら、ああいうあたりを今度どういうふうに、国会で追及していくか、やっぱり彼を参考人あるいは証人喚問しないとダメじゃないかなって、そんな気がしてます。あんな見え見えのこと言ってるわけですよ。だっておかしいでしょね。えどう考えたって、あんなインチキな報告書を書いたならどうなんだっていうことを、やっぱりそれは最高責任者としてきちっと処理をすべきな問題がそのままになっているということがあります。それからあともう一つ、今日の実はよく割とタイミングよくなったなって実は自分で自己満足してるんですが、今度の臨時国会でこの水道法の改正案が多分成立します。残念ながら今前の国会で衆議院も通過してます。ですから今度は参議院から審議始まって、でご存知のようにもうね、与党と野党の数絶対的に違います。もう審議が始まったらそのいつ採決するかということはありますけども、残念ながら通ってしまう。これが今の国会の力関係です。この法案は本当に問題だらけです、ね、要するに大きな点が3つぐらいあって、水道 その今、施設の老朽化している、これをしっかりと新しいものに変えていかなくちゃいけないということと、それから水道事業は人口が少なくなっているから、結局水道の水を使うお得意さんが少なくなっているわけですよ。だから、今まで自治体ごとにやってた水道事業をなるべく広域化しようじゃないか、つまり横浜、あとでご紹介しますけど、横浜市のこの神奈川の中でも神奈川県営水道があるんですけども、横浜市は横浜市独自、川崎市は川崎独自ということで水道事業をやってるわけですね。でこれを広域化して合理化をしようということです。そして最後に突然その法律が出る直前になって民営化というのが入ってきた。もうこれは見え見えなんですよね。結局国のそのある一部の人たちと、財界の僕もいつも名前言いたくないんですが、経済学者のなんとかさんというのがいますよね。ね、うん、ああいう人たちのご利用しで結局その民営化が入ってきた。だから必ず民営化するんじゃないんですけど、民営化してもいいよというのが法案の趣旨なんですが、でもいいよって言われればやっぱりやるかなっていう感じになるわけです。で水道事業が今非常にやっぱり厳しい。水道事業というのは全部独立採算なんですよね。だからやっぱり、ちゃんと料金を取ってその料金で運営していくということがありますので、やはり水の使用量が減ってるし、そしてなんていうんですかね、水道管というのはこれ張り巡らさなくちゃいけないし、修繕もしなくちゃいけない、維持費もかかるんですね。だから非常に経営が苦しいから、場合によっては民営化しちゃおうっていうことも起こりうる。その辺の話を今日橋本さんからじっくりと聞いて、実はパリ、このパリがですね、パリっていうのはもともと民営だったらしいんですよ、水道が。ところがやっぱり民営じゃダメだってことになって今度公営化する。もう世界の大きな流れはそういうことなんです。その中で日本だけは民営の方にとんでもないというふうにはお話を、もうこれ以上私としても橋本さんの後でもね、実際に行かれた経験談でお話を伺いたいと思います。で、それに関して私今日申し上げたいのは、私たちの地元の水っていうのはどうなってるのかっていうんですけども、その資料ちょっとお手元にある資料を見ていただきたいんですが、まずこのカラーのコピー、これ横浜です。横浜の方今日どのぐらいしてますかね。
ほとんど横浜。はい。じゃあ横浜市以外の神奈川県内だってことで、あ、ね、いらっしゃいますね。じゃあちょっとそういう人たちの、お勉強のためにちょっと申し上げますと、これ今横浜市です。あと神奈川県のあのパンフレットも入っているので、まず横浜市です。横浜市の水道所、これ見てください。地図。これで皆さんお住まいのところどこから水が来てるかっていうの分かるんです。これあのここに色分けで横浜の区が色分けしてあります。これで後で見てください。私たちが、ご自分が使っている水って一体どこから来てるのか。神奈川は水が豊富なんですよね。川がたくさんあります。あの天然水じゃないです。湧き水じゃないです。神奈川の水道は川の水です。基本的に。あのペットボトルに入っているのはあれはミネラルウォーターだ、天然水ですけど、この横浜の水は川の水。で、一番左の方から見てください。道志川ってのがあるんですね。それからもう一つは、中津川、それから相模川ってありますね。この川三本、それから、あとはですね、右左下見てください。坂尾川ってありますね。小田原の近く流れてる川ですよね。この坂尾川、これがあの横浜とか神奈川の大きな主な水源です。で、ここから引いてきた水をこの横浜の18のそれぞれの区へ分けています。これ色分けでですね、これ見ていただくと分かります。後でチェックしてみてください。皆さんのお住まいの区はどこからの水系で水をもらっているのかというのがよく分かります。で、川の水です。で、実はあのということで、もう一つ今度神奈川のブルーのこの資料を見ていただきたいんですが、これは何でお配りしたかというと水道料金です。見開きのこの下の僕らも見てください。私は申し上げましたね、水道事業というのは公営の企業がやってるんですね。だから、自治体が直営してるわけじゃなくて、そこから公営企業を作ってそこでやってて、でもうすでにですね、ダムとかね、それから浄水場なんかは一部その、コンセッションといって民間に、委託しているところもあるんです。ただ基本的には今まだ神奈川、横浜、川崎の水道はあの水道局っていうのがあって、そこがやってる公営です。だからこれどんなことだと民営にさせちゃいけないなと私は思います。で、この神奈川のこの見ていただきたいのは、左に同じ地図が出てますが、多分横浜市の地図の方が分かりんで、ぜひ、せっかく水問題を勉強にいらっしゃったので、ご自分の水はどこから来るかっていうのはぜひあの見ていただきたいのと、それからこの神奈川の資料ではこの棒グラフ見てください。それぞれの自治体がやってるから値段違うんですよ。全部お住まいのところで、横浜市2456円、川崎が2110円、ね、それから横須賀市で、ただ神奈川県内は全国平均よりはちょっと安いですね。私は実は2年前に東京の調布市から横浜市の広報へ越してきて、やっぱりうちの家内が一番最初に言ったのが、やっぱり水道高いわ、おかしいわ、同じじゃないのって聞かれてね、私もいやいやあんまり大して知らないはずだよって答えたんですが、東京都、今あの東京は広域水道になって東京都内なんですね。昔は調布市営水道だったんです。でその時は地下水使ってたんです。あの調布っていうのはそこ武蔵野のちょうど武蔵野丘陵のちょうど境目のところなもので、湧き水が多いんですね。神代寺ってお寺がありますけども、いい水が出るんですよ。だからお蕎麦はあそこでいいんですよ。だから地下水だったんですが、東京都水道になってからは川の水道になったと思うんですね。羽村からの多摩川の水、やっぱりちょっと違いましたね、味がね。昔はあの夏だと冷たくて冬だと暖かい水道だったんですけど、今あんまりそういう季節感がなくなって、横浜も川の水ですので、あんまりそういう冷たいとか暖かいってやつはないと思いますけれども、でもあの道志川とか相模川は富士山麓の麓の地下水が元々の源流ですから、いい水なんですよね。こういういい水が流れてきてる、これが横浜。そしてもう一つご紹介したいのが、ご存知の方いらっしゃる、これ分かります、ね、ご存知の方います、ご存知の方ちょっと手を挙げてください。分かりますよ。あ、水問題を来たのにこれ知らないですか。これ横浜のあのこれミネラルウォーターではないです。横浜のペットボトルウォーター、浜っ子ウォーター。これ今あのちょっとアフリカ開発会議の宣伝になってますが、あの横浜市があの売ってる水です。これぜひですね、あのなんで私これ今日この話をするかというと、道志川の
その富士山麓の地下水が、集まって流れてくる道志川の水系の、水源林、これを保護するためにこのペットボトルウォーターの売上金を当ててるんです。やっぱりなかなかあの財源が厳しいので横浜市もこういう努力をしています。これあのぜひもし皆さんあの水源林を保護したいなというふうに思いになったらぜひこれ買って飲んでいただくと1本あたりどのぐらいかなあのそういう水源林 の, あの資金になるということなんで私はぜひこれあの皆さんにこういう意識が大事だなというふうに思ってます。でこれもですね普通のペットボトルミネラルウォーターですけどこれは川の水ですから道志川の水ですから煮沸消毒をしてあるそうです。煮沸消毒だからね、なんていうのかな、冷ました湯冷ましの水ですね。最近あの健康に興味ある方テレビでよくやるでしょ。あの湯冷ましってすごく体にいいっていう、体にいいんだそうです。どういうふうにいいのかはちょっと僕そこまでは見てないんですが、体にいいそうなんです。だからこれ湯冷ましの水なんでミネラルウォーターとは違った多分効き目があるっていう。そして、横浜の水のその横浜と神奈川の水の水源林を保存するために協力できるということで、やっぱりこういう活動を少しずつやっていかなくてはいけないなというふうに思っております。もう私 の, あの話す時間がなくなったので、あとまた皆さんとの質疑応答の中でですね、この横浜とか神奈川の水について何かあの疑問点あったらまた質問していただければ、お答えをしたいというふうに思っています。それからそれからもう一つちょっとこの橋本さんの本5本水がなくなる日、本当にあの水って大事ですよね。あの今思い出しましたけどあのタイで少年たちサッカーチームがあの洞窟で閉じ込められた事件ありましたよね。あれもなんで大丈夫だったっていうと水があったから。それからこの間あのどっかで3歳の男の子が行方不明になってあれも奇跡的に助かりました。なんで助かったかっていうと沢にきれいな水があったからということで、食べ物よりも多分橋本さん食べ物よりも水の方が大事ですよね。そうですよね、日本の人間の命にとってはね。そうなんですよね、もう水がなかったら大変です。その大事な水について橋本さんのご本があります。であの、休憩中にもし興味のある方はなるべく休憩中でお買い求めいただきたいというふうに思っています。あのあまり喋りすぎると後の時間がなくなるので、このぐらいにして後で皆さんと一緒に活発な、橋本さんを囲んでお話をしましょう。よろしくお願いします。